もしもし聞こえますか。もしもし聞こえますか。聞こえる。ちょっと時やろっか。 も、聞こえますかどうも聞こえますかどうもどうもどうもさてと。<coughs> はいちょっと待ってね MT4 立ち上げてます MT4 またねコカ・コーラ買ったんですよねコカ・コーラあのノンカフェインのコカ・コーラ24本安かったんで Amazon で24本買ったんですけどやっぱ飽きるねコカ・コーラ毎日飲んでるとね毎日飲んでるとああヒさんンダーマ あ、お疲れ様です。今日はお仕事休みだったの今日はお仕事 <coughs> 休みだったのこれなんでこうなっちゃうのかななんか壊れたんだよな何もかもが壊れてんだよなあそうかこれ書き込むようにしちゃダメなのかデバイスに変更を加えるかこうかルバ、えー、ばん 今日休みだったお疲れさんでした。ちょ、ちょ、ちょ、ちょっと。壊れてますね。パソコンがあのリフレッシュしないと壊れてるね、これね。パソコンリ,シュレッシュリフレッシュしないと壊れちゃってますね。リフレッシュ簡単だからさ。あダウンしたダウンしちゃったもん、ダサいな。 もう一回立ち上げます今日はね、僕は家に行って、えー、庭の桜がね、すごい満開に咲いてるので、ちょっと手入れしました。はい、雑草を切ったりね、しましたねにに、裏庭の桜がね。満開ですね、もうね、桜。あと、夜ね、夜桜を家族で車で見に行きましたね。そして、車の中であのお弁当食べました。 車の中でお弁当食べて、えー、夜桜で、ね、桜の木の下でまあ、家,の家の庭の下で食べてもいいんだけどさあの,家の、家の庭の下でさあの家に桜あるからね桜の木があるからそこで食べてもいいんだけど一応気分転換で公園に行ってね巨大な公園があるんだね。 えー、桜満開だねこんな季節はやっぱりさお花見お花見って言ったら宴会だもんねお花見って言ったら宴会じゃないですか夕方ぐらいからさまあ、日中でもいいんだけどあのバカ騒ぎしてねシート引いてさお酒飲んだりさご飯食べたりしてさ爆騒ぎ俺それが一番楽しいと思うんだけどね それはダメなんですかねあれチャートはいなんか壊れちゃってさあ,あカスタムあカスタムってのがあったの今カスタマイズああいいよな <laughs> 壊れてるんですよね。よくわかんない。1 <coughs> 分足ですけど、5分足、えー、15分。まあ、昨日ね、ビューンって最後、ビューンって上がってさ、なんだよって、なんなんだよって、電池ブレークして、ここまで上がっちゃって、えー、109 10円、835、も110円ですね、ほとんど。 えー、月足、週足、日足、月足で75移動平均線はまだつきそうにないですね、週足で300日移動平均線もあとちょっとですね、ここは110円、四十百十円385ぐらいですね、はい、東さんは熊本も桜きれいですか、あの、僕、あの熊あの鹿児島の知覧行ったじゃないですか、知覧。 飛行場、智南飛行場、特攻隊飛行場、桜満開で綺麗だったね。大細かでしたね、魂の鎮魂に魂魂の鎮魂としては、すごいあの綺麗な桜でしたね。おいおい、これよく上行くな、しかしな。<laughs> あの、はい、この4時間足とかで見たら分かんないですからね。 冷やし、冷やしで見るしかないか。お4時間足で、これ下行くかと思ったんだけど、上でしたね。うんー、きれですよ、桜。本当桜綺麗だよね。いや、僕もねあの、今見てきたんですよ。あと、鹿児島の、鹿児島も綺麗だったからさ、あ綺麗だなと思って。 桜、桜、今咲き誇るあ、これ綺麗ですね、東京の桜。ああ、これ多分、い飯田橋とか四ツ谷とかですよね。綺麗だね、ソメイヨシノですね、これね。う こうやって、あのー、こ全長4メートルの西日本最大のこう小道なんかもいいよねやっぱねうんもう思い出入学式とか卒業式の思い出になるよねやっぱねまあ桜がね、あのー、街に出れば桜が綺麗に咲いててさ もう家にこもって仕事してる場合でもないしいえあの、まあ、病,病気でね、まあ、入院して、えー、病院にずっと入ったっきりで外に出れないっていうのもほんと辛いことですよね好きなとこに好きな時にさあのどこへでも行けるっていうね、まあ、そのためには健康,健康じゃないといけないからさ そ,そしてまあお金って気にも健康っていうかさお金に縛られない生活まあいわゆる会社員じゃない生活ですよねうん会社勤めてるとさやっぱりあ,あの仕事行かないといけないからね朝から晩までねだから夜だけになっちゃうんですよねで <laughs> 朝から晩までこき疲れてさ で桜見たいなと思ってももう真っ暗だしねでまあ駅前とかさ家の近くとか桜少し咲いてるんだけどあのこうやってねあの広々とし,したところでさ見たいじゃないですかこういうところとかさ <laughs> じゃあ中野さん見たく旅行旅行ばっかり行ってねあの仮想通貨旅行とか FX 旅行とか行って お客さんのお金でね、日本全国あっち行ったりこっち行ったりしてね、ねお客さんのお金で飲ましてもらって、食わしてもらってね、<laughs> お客さんのお金で儲かったらプラスアルファもらねお小遣いもらっちゃったりね、中野さんって本当にいいよなと、これ綺麗ですね、ピンクがまた生えてますね、青,青,青い空にね。 最近白っぽい桜多いんですけどね。こうピンク色の桜系ですね。平田さんどう思うああ、もう寝ちゃったか。あそっかあの、バケットお金がないからあんまり通信できないんだっけ。そうそうやめよっか、はあ。これなんか山が見えたりしてさ、いいよね、こういうとこね。やっぱりリラックスしたいですよね。こう。 まあ、若いうちはね朝からファンまで仕事してもいいかもしれないけど <laughs> 年取ったらさ体にむち打ちっても辛いじゃないですかでまあむ打たないと僕みたいにブクブクただ太ってねだらだら生活になっちゃうと病気になっちゃうかもしれないから仕事した方がいいんだけどね 今日朝さ NHK のあ今日朝だったかな昨日だったかな NHK 見てたらさ卵サンドあの卵サンドまあなんかそこの会社はサンドイッチの卸売りやってたんだけどなんかあの潰れそうになっちゃってで自分たちでね卵サンドだけは潰さないようにして卵サンド <laughs> 作ってですね <laughs> ね、あのサンドイッチのねパンの中に卵をもうこれでもかっていらいいっぱい詰めてで300円,300円で今売ってるんだってでそれが毎日毎日たくさん売れてねあの本当助かってるって言ってましたね僕もねまあ最初弁当屋から始めると大変だから卵サンドイッチ屋から始めようと思ってサンドイッチって言ったら楽じゃないですか食パン買ってきて耳落として まあ、耳,を耳が落ちてる食パンもあるからねで <laughs> 耳が落ちたさ食パンあるじゃないですかでさあそれにえー、っとあ,あの卵詰めればいい,い,いからさ まああのサンドイッチっていろいろあるけどねそのねハムとかレタスとかさあのいっぱい種類いっぱいあるけどそんなそうなると大変だからさねこんな綺麗にこんな綺麗にしたらそりゃ大変だからこんなねこんなこんな風にしたいけど大変だからどうすたいいんですかね まあこういうのも作ってみたいけどねうんこういうのとかね作ってみたいけどまあとりあえず卵サンドだけ卵サンド確かに卵サンド好きだから僕もさツナサンドも好きだけど卵サンドうわこれ綺麗だね <laughs> すっごい綺麗だね <laughs> ああこれすインスタ映えしますねこれねインスタ映えするね <laughs> あ松戸 いやこう耳のところもさこれ全部ねこれは入ってないけど空間できちゃってるけど全部さ卵しかもこういう薄い卵じゃなくてもう盛りだくさんの卵サンドを作って販売しようかな、まあ、最初はねタダでいいかなと思っててさタダ、うん、でね母ちゃんと2人でさあの朝ゆで卵いっぱい作って、えー、あとし少し塩かけてあとは。 えー、マヨネーズでしょマヨネーズ入れて、まあ、それで終わりかな水入れるか入れないかぐらいですよね <laughs> それで、えー、食パンの間に卵あの卵を入れてでこうやってきれいに切ればさ、えー、あとちょっと包みがないとね箱買わないとね箱を。 お持ち帰り用のね箱買わないといけないよねまあそれかまああとさサンドイッチのごサンドもパンもさ少し表面焼いた方が美味しいんだけどもう大変だからまあ、最初の生,生パンでね、まあ、出し出そうかなとまあ生でも全然美味しいですからねサンドイッチねきれ綺麗だねこれね <laughs> で最初はもうタダでさ、ご近所の人たちにね、あの、食べてくださいって言ってさ、最近どうですかーって、ね、あの、もう言ってね。で、そのうち、まあ50円とか100円とかね、まあ、ちょっとお金、もらえればもらうし、もらわなければタダでいいですよ、それは。うん、どうせ FX で儲けるんだから、FX で儲か,儲かってんだから、 もしねお金今月末でねお金が足んないっていう人がいればあの LINE で言ってくれればさ <laughs> l i n e イでお金送,送ったりもしてますから今ねうん<お>フランスパンに切れ目を入れてサンドも良いですねああおいしいよねフランスパンねあフランスパンに切れ目を入れてサンドうん フランスパンって美味しいんだよね本当にねあの周りが硬くてね中がふわふわで柔らかくてねああよく知ってるねフランスパンのサンドイッチが美味しいのはやっぱ通の証拠だね食通の証拠ですね僕さフランス行ったじゃないですか去年去年ちょうど1年ぐらい前にさフランス行って毎日フランス料理や <laughs> ったんだけどまあフランスで食べる料理はね 全部フランス料理かもしれないけどあの美味しいよね何食べても美味しかったね <laughs> ホテルの朝食もやっぱり美味しかったですねあ日本とは違う味でねパンもさ小麦の味がむちゃくちゃ濃くいしあしチーズもねすっごい濃厚なんですよ プロセスチーズなんかも全部ね日本で食べるのはちょっと淡白で薄味ですねパンもなんか小麦の味するのかしかよくわかんない <coughs> フランスのパンはねもうなんか小麦で作ったぞってバーンって感じてちょっと口の中に入れるとねすぐねあの水分が取られちゃうね口の中のねでなんか飲みたくなっちゃうんですよ でパンが乾燥してんだけどもっちもっちしてんだよねそれで、うん、ね口の中でカミカミしてさほんで息をふーっと吐くとさあの鼻の中鼻にね鼻から出ていく空気がさ小麦のこう香ばしい匂いでブワーっ,とって鼻の中から出ていってねもう匂いがさ もう本当にパン屋のパン屋で焼いてきたパンだよって感じでねそれがもうつパンが冷たくなっても美味しいんですよね小麦のもうグ芽のさバグがの,グがの匂いがね冷たい <laughs> フランスパンでもむちゃくちゃ美味しいんですよこれですねこれフランスパンねうん だからちょっとまああの卵サンドまあこんなねこの種類引っ張ると大変だからさ俺と母ちゃん2人だけだからこんな作れないからサンドイッチはねだからもう卵サンドだけでじゃ次に何卵がうまくいきだしたらどうするっったらじゃ卵とまあトマトだよねレタストマトだよね レタス、トマトハムだよね次はそんぐらいかなあとは弁当の方ですね <coughs> 弁当ってさって大変だから具が入ってるおにぎりって最近あるんですよグググ具が入ってるおにぎりが知ってますあの爆弾おにぎりっていうのかないや本場のねあの平瀬さん今度連れてってあげますけどどうせ今年ほらみんな億万長者になるじゃないですか <coughs> 中の研究会の人またねで年末、まあ、コロナが収束すればフランス行きたいですよねイタリアとかねローマとかフィレンツェとかさナポリとか行きたいですよねイタリアスペインフランスは何食べてもどこ行っても何食べても美味しいですようんえっとあの ぐい <coughs> ぐいりおにぎりっていうのがあってさ今 <coughs> 具が入ってるんですよねまああのねこういうあのまあ名古屋のさエビフライみたいなもんなんだけどぐいりこうやってねあの中割るとさこうやってぐいり,りのおにぎりって最近流行ってるんですよ めんくくさくなないいじゃないんだって、まあ、女の子はちょっと嫌だって思うかもしれないけど男飯だよね男飯まああのうんだからこういう梅干しとかさ鮭だけじゃなくてさもう本当にあのね豚肉が入ってたりさ卵焼きが入ってたり するこれほんと楽ですよねこうやってねこうやってそのまま食べちゃえばいいから一個ずつね。あのー、おにぎりはおにぎりで,でおかずはお弁当の、ね、箱の中入っててでお箸で食べるっていうのもいいんだけど、まあ、そういう方が清楚でさきれいなんだけど、まあ、例えばさ、あのーうん、運転手さんとか。 トラックの長距離運転手さんとかひょっとしたらまあ時間がなくて車はね運転しながらじゃないと食べれないっていう人がもしいるならばお弁当 <coughs> あきらんないじゃないですかただおにぎりやったらまあ運転しながら食べられるかもしれないからおにぎりの中にしっかりとした豚肉とかね焼肉とか卵焼きとかしっかりとした唐揚げとかね 入れちゃうんですよで大きくなっちゃうんだけどこれねこんな感じ <laughs> でも本当にまあ男飯みたいな感じであの楽なんですよねこれもねあのまあちょっと喉 <laughs> つっかりゃうかもしれないけど「<laughs> なんだこら!」って肉が入ってたっつってねただ楽だから卵サンドまあ卵卵のねサンドイッチ がうまく昨日に乗り始めたら。まあ、次に、このぐいり。グイリ。グイリおにぎり。<laughs> まあ、あの、最初はね。グイリおにぎり、そうやっ梅干しだけかもしれないけど。<laughs> 梅干しおにぎりを作って。まあ、ただでね、えー。お持ちください。<laughs> お持ちくださいと。まあ、こういうのをやろうかなと。 思ってますでどうせお金は FX で毎月も大量に稼いでんだからお金はいらないねどうせだって一月だってこんな材料費とかさ全部合わせたって一月一万円万30万円もしないからね1日1万円もしないでしょだっておにぎりなんてさ米なんて 10kg の米なんて2000円もあれば買えるんだからさ1600円とかだからね 無洗米でららいだからほんなん1日 10kg なんかおにぎりなんか作ってたら大変なことになるよ <coughs> で1日1万円もあればねあのおにぎり屋と卵サンドイッチなんかできちゃうもんだからで1月30万もあればねただで開店したって全然余裕ですよしかも店は自宅なんだからさ <coughs> <coughs> だからそしてねあのお金はっつったら別に FX で稼いでんだからさもういいじゃないですか別にそんなご,んごちゃごちゃ細かいこと細かいこと言わなくてもねでもしねもっともっと人がね「ねもっとおにぎりください」とか「サンドイッチくれませんか」って、ね、遠いとこから歩いてきてさ あのおにぎりくれませんかとかねあの、この着物であのサンドイッチ分けてくれませんかって、着物なんかいるかいって、持って帰りやす、ね、ついいぐらい欲しいんだよ、子供いっぱいいいのけよ、めつて、ね、遠いとこから来たな、ちょ、毎日送るからよ、あのど,こでどこから来たんだっぺ、つったらいや、神奈川県のよ、小田原の方から来ました。 歩いてきたのかあんた」っつって新聞を見て歩いて松尾東京の方まで来ました「あんた偉いなさ帰りあの車で送っていくからよちょっとここで休んでらっしゃい」っつって「大変だの子供何人いるんだ」って旦那出て行っちゃったのかっつって「そうかそうかっつってもうかわいいかわいそうな子だったらもうほんとご飯については」 毎日も届けっからよそっちの方に店やっからもうご飯については子供たちが二十歳になるまでは毎日ただで食わすから母ちゃんは何も考えないでいいからよってあのあとは学費とかそんなにいっぱいあるんだろそういうのも全部こっちの出ようやるからよ母ちゃんはちょっと疲れを取るた取ってね病気治すことだけ考えろと子供たちはうちの店で働かせて うちの寮で済ませるからよとちょっとゆっくりしや,しやさんせってそういうふうにしようと思ってますしたらよやっぱりお金がなくてよ家賃も払えないで家をアパート追われてねそして家賃払えなくて大家がきつくてよ 家を割れてさ、子供と2人でよ、子供三3人か4人でよ、行くとこなくて、ネットカフェを転々としてたら、中野さんという人がよ、無料でおにぎり配って、サンドイッチ屋さんやってって聞きましたと。で、来たんですって。そうか、食べ物あるけど住むとこねえのかと。 分かったじゃあちょっとここの家改良するから改良するというか分かったとここのね周りもアパートいっぱい余ってくからよすぐ借りてくから待ってこいよってで借りてきたから住めばいいさって住めばいいね家賃は俺が毎日 FX で稼いでいくからいらねえから俺が払っとくからで仕事ねえさからと仕事ねえさ分かったと じゃあ明日朝10時から店来てくれよとおにぎり配ってよサンドイッチ配ってくんねえかそ <laughs> して毎月30万やっからよってねこれは子供たちいやあんたがよ死ぬまで保証すっから命の限り保証すっからよ30でも50でもよ好きなこと言ってくれと 働く場所もやっぱり提供していきたいよね、日本全国ね。うん。おにぎりなんてね、もともと安いね、ご飯とか海苔安いんだからよ、こんなの。こんな俺、30円ぐらいで売ればいいと思ってんだよね、おにぎり。セブンイレブンで今、105円とか110円とかすけど、<laughs> 30円とかでもう利益取りすぎだって。利益取りすぎ。 30円とか20円で売ればよ、みんな食いっぱぐれないでよ、ね、子供に1日100円渡せばおにぎり5個食えんのよ、昼にね。そしたら、ああ、中野さん,んの、ゆうちゃんのご機嫌、ゆうちゃんのご機嫌、おにぎりってね、お店が日本全国あってよ。 そこでおにぎり1個20円だし、サンドイッチも1個30円だと。サンドイッチも20円でいいわ。ね。サンドイッチ、でっかいサンドイッチ1個20円。おにぎりもよ、これ。1個20円だと。100円もあればね、おにぎり3つにサンドイッチ2つ買えるからで。消費税はこっちが出すから。そしたらさ。 あのまあ飲み物ねえけど飲み物は学校の水道水で我慢してもらいたいんだけどね成長でもまあいいよ子供のね1日100円もやっぱり払うの大変だからねこのあのただ <coughs>、まあ、でいいわうんうんごめん何の話 これだな <laughs> でさ俺が選手上って言ったじゃないですか上って言ったから下行くんじゃねえかなと思ってんだ、ね、今ね上って言ったじゃないですかあの昨日の夜ただまあこれ300日移動平均で、ね、ちょっと浮いてんだよねまああんまりあんまり気にしてないほうがいいですけど <coughs> ヨーグさん,こん,ばん,はグさん最近お仕事遅いねお疲れさんでしたの <laughs> <coughs> そうだなうんここついてねえしなまあもう少し ここかここついてここついてないけどここかもうちょっと上行ったら下かななんかこのまま下に行くような気もするんだよなうんうんよさんもお仕事夜遅いよねまあ本当にみんな今はコロナでさ 仕事がなくなっちまったからよ。体にむち打って無理してよ。やっぱり頑張ってんだよね、みんなね。ああ、あと80ピップすら上行くのか。まあ、もうちょっと上行ってから下行くかもしれないな、これな。うん、ここらへんか。110円50銭まで行くのか。<coughs> <coughs> 110円50銭まで行くかもしれないな、これな。110円50銭まで行ってからよ下いくか。まあ、わかんないですよ、まだ。あの昨日俺上食くったでしょ ?133 円まで。だから下いくんじゃねえかなと思ってんだし。わかんないですよ、まだまだ上行くかもしれないし。 あれ,動か,れあ動,動かねえなこれあ動いてるダメな動かねえなやめとこうそうですねもうちょっと いや分かんない、このまま下がるときやるからね。まあ、だいぶいきましたね、本当にね。ずっとロング持っていればったね。<laughs> うん、はいで仮想通貨なんですけど、仮想通貨はですね、違う。間違えちゃった。 上がってきちゃうとね。僕さ、下がりよう <coughs> したら上がるじゃないですか。おかしいね、これ。あ、ただ188兆円しかないね。うん、まあ600万円ですね。ビットコイン、すごいね。サリアムイ、e、ーが18万4000か。テザー。バイナンスコイン。カルダナイド129円。ああ、まあだから。 そこそこ戻っただけで全然戻ってはいないんだねうんシータがすごいよね <coughs> デファイがすごいねあデファイじゃん NFT がね <coughs> 結局さあの スマートコントラクトスマートコントラクターでしょこれ <laughs> スマートコントラクトの筆頭、まあ、はイーサリアムで次がカルタネガなんですよねでチェーンリンクそしたら V チェーンみたいなことになってくるんであのまあこんだけなんだけどね眠もあるんですけど結局 <laughs> ああのー、まあ、ちょっともう遅いかなって感じだよね、これね、あのスマートコントラクト。じゃあ、もうちょっとあの人気がかげってるって感じで、これ、人気度というか、上昇率は表してるんだけど、まあ今はビデオですね。<coughs> シータですね、ここでもシータですね、ビデオコイン。 ムービーブロックなんかっていいよね、これね。あ、でも発行枚数が多いね。このビデオコインっていうのがいいかもね。あの取引額が少ないか、ダメだな。まだまだですね。うん、シータかな。やっぱりシータ。あ、あとこれコン、コンテントすンンがいいかもね。コンテント数。うん、4円18だからコンテント数がいいかもね。 <coughs> <coughs> これんちょっと低いかなちょっと低いかビデオ NFTSNFTS NF もねちょっと下がってきてるんだ、ね、今ね NFTS コレクシティブズシータチリーズうん まあね、チーズももう50円になっちゃってるからね。<coughs> エコノミー。あ、サンドボックス。買った日だとサンドボックス70円。サンドボックスあも。あ、森永さん、こんばんは。サンドボックス買わない。<coughs> 買わないとね、サンドボックスね。 上がってきたよね、またね。ビヨーンと上がりそうですね、サンドボックス。ああ、ビットコインに対してもむっちゃくちゃ上がってますね。日本円に対しても上がってるね。あ、これちょうどいいですね、サンドボックスは。サンドボックスはコインチェックに上場するって話ですけどね。うん、サンドボックス買った方がいい,い,いよ、これ。いくらだもう50円になっちゃったけど、70円か。バイアンスで買えるからね。 70円だとちょっと買いにくいね、もうね。ちょっと買いにくいか。もう無理か。<coughs> ちょっと買いにくいな。やっぱり1円、うん。1円ベースの方がいいですね。うん、高いね、みんなね。うん、ちょっと高いですね。 ちょっと強気だね。はい、今日はね、そろそろ終わりにしようと。ちょっと待ってヤフーファイナンスの昨日どうなったんだろう。<coughs> はい、うわ日経平均446円バック上げ、ニューヨークダウンも453ドルバック上げですね。 どこまで行くんだろうね。アメリカってね、どこまで上げるんだろうね、株ね。バカなんじゃないのって。バカなんじゃないのっていうと上がりますね。ニュース。まあ今日はね、早めに終わり、終わりにしますけど。 とア,アじゃねえだろ NFTNFT <laughs> NFT 人気ですねやっぱねまあデジタル資産ですね暗号資産と暗号通貨と違うんだけどね、まあ、暗号さんブロック暗号通貨の技術ブロックチェーンの技術使ってるから暗号通貨ですよね デジタル人民が、まあ、デジタル通貨をこう使うとか言ってたねうん特にないですよね特にない <coughs>、まあ、ビットコインまた上がればいいけどねちょ,ちょっと上がんないかもしれないねこれね 上がんないかもねって言ったときに上がるんだよね。だからね <laughs>、上がんないかもねって言ったら上がるんですよね。うん。うん、すごいね。はあ、下がったと思っても上がってくるからね、ビットコインね。力強いよな。 力強いよな。もうダメだと、ゾウさんのお花だと思ったら上がってくるからね。強いね。これ700万とかいっちゃうんだろうね。800万とか。1000万とかいっちゃうんだろうね。これね。ビットコインね。いやー、これもう200万超えた時にはもう買わないとダメだったね。これなんか違うぞって思わないとダメだったね。まあでも、ここの、 430万いってから300万に下落した時は怖かったね。でも上値重たいよな。はい、上値重たい。うん。1回目と2回目。2回目と3回目の上値がほとんどないからさ、これ。だから、4回目の上値4回目ないんじゃないのって感じですよね。 うんエリオット波動的には1回2回3回で終わりだし2回と3回の間は近いからやっぱり法則通りなんだよねもじもじしてるうちに落っこってきちゃうんだよね <coughs> うん600万にはなったけどねはまあ仮想通貨はもうちょっともう高値圏だからまあ今はも売る売る時期なんですよね 今買う時期じゃないんですよね。買うのはもうこういう下のこう,こういう、もう誰も買わない時が買う時期なんですよ。こういうね、こういう時の。上がってきたらやっぱり売る時期なんですよね。今,今買う時期じゃないよなとは思うけどね。ただか分かんないよ。もっと上がるもっとビューンともっと上がるかもしれないからね。うーん。なんでも,もっと買わなかったのってなるから。 わかんないですよ。これ相場ってのは誰もわかんない。ね <coughs> で、ドル円はですねうん、これ突き足ですけど、まあ、こうやって見ちゃうとやっぱり、わかんないですね。下がって上がって下がったから上がるかなって感じですけどね。 バーって下がってきてたから上がるかもしれないね。うんこ、これなんとなくギューって下がってきたからビューンってもうちょっと上がるよね。うん、なんか抑圧されてたパワーがここで一気に放たれたって感じがあるから、ここもギューンってジェットコースターでビューンって下ってビューンっていったでしょ。で、ここもゆっくりゆっくり抑圧されて上行きたいんだけど、ドーンと落とされて、ドーンと落とされて。 で、ここで大統領変わったから、バッキャーンって言って、まあ、ここまではいかないとしても、ここぐらいまでは行くよね、やっぱね。118円はね、絶対ね。<laughs> まあ、ここまでいくうな感じするね、125円ね。うん、ロング入れといていいんじゃないかなと思うんですよね。だから、後から振り返ってみて、 うんそうだよね。なううんこ上がったから下がったよね。下がったから上がった。上がったから下がった。こんだけ下がったから、こんだけ上がった。こんだけ下がったから、こんだけ上がった。こんだけ下がったから、こんだけ上がった。っていうね。後から見て、まあ説明のつく。ま118円は行くと思うんだよね。やっぱ。 うん後から見てまあ不思議じゃないよねってこんだけ下がったからこんだけ上がったこんだけ下がったからこんだけ上がったこんだけ下がったからこんだけ上がったこんだけどんだけでしょ110124円はいくよね124円はやっぱ俺上だまだ始まってないんだよこれまだね だから今からロング入れとけば124円で誰でもねあのただ持ってれば億万長者になるから、うん、追いポジしていけばね1万円から <coughs> でさみんななんで1万円から1億円になるんだよっていう人いるんだけどあのこれのからくりは <coughs> すごい簡単だから。 ね説明してくれよって人いるんだけど、えー、そんなにいつも説明してんじゃんっ,って、えー、何言ってんのっていつも僕ちには思うんだけどねあやばい固まっちゃったいやさん大丈夫ですかあのパケット料金は大丈夫ですかお金の方はえー 1>, あとまあ、1万円チャレンジってさあのドラとかねあの1万円チャレンジしなくていいじゃんって言うんだけど1万円で十分だって10万円ドラドライ FX とかさ10万とか15万とか小銭トレードしてっけど、ね、中途半端な小銭トレードしてっけどそれすぐなく,な,なくしちゃうじゃないですかそれだったら1万円でいいんじゃないのって。 ね、で倍率、レバレッジ上げて、だって1万円をさ、10万円にするなんて簡単じゃないですか。海外 FX だったら888倍使えるんだけど、ね、10万なんて簡単でしようちょだと俺、平均 30, 万30倍ぐらいしてたからね、1万円をね <laughs> <coughs>。最大は65倍にしたからね。ワントレードで1万円を65倍にしたからね。 10万にするんでしょで、10万を、これ10倍だからね。たったの。8 8十倍、8十八倍使えるからね。で、これまた10倍するんですよ。ね。次のトレードで。そしたら10、かけ× 1 0倍は100万円でしょほんで、これ2回目でもう100万円じゃないですか。で、100万円で、で、次に、 えーね、もう10倍するんですよ。ね、で10倍簡単でしょ ?1 万から10万簡単でしょ、ね、同じ仕事ですよ。次のトレードで。したらさ、100万の10倍しても1000万なんですよ。ね、簡単ですよ。なんの,の難しいことないですよ。同じことやってるだけですよ。1万円を10万円にしてるだけ,だけですよ。 でこれを10倍にするだけなんですよ。同じ仕事してるだけですよ。同じ仕事。1万円を10万円にしてるだけです。でこれで1億。4回だけ。はい。たった4回。4回 10, 10倍にしただけ。はい、終わり。これ何が難しいの何ができないの だから10万円からスタートしていいですよ。10万円からスタートしたら、えっと、4回目に10億、えっと十億円になるだけですよ。10億円にね。ただ、なかなかできないから、これはいろいろ取引所がね、1回で10億とかは下ろさせてくれなかったり、いろいろあるから、これ無理なんですよ。1億ぐらいが、一億ぐらいでちょうどいいんですよね。だから、1万円からスタートでいいってことなんですよ。10万円からスタートしなくても。 あと途中で失敗してなくなっちゃうときもあるから。だから1万円を20万にして、で、っね、1万円を30万とかするわけですよね。で、10倍をまあ8倍ぐらいに抑えておくとかね、いろいろやり方があってですね、<coughs> 途中でまあ3回、2回失敗しても3回目で成功すればいいってね、前やったじゃないですか、これ。 でこれ途中でね、あのー、10万人は行くんだけど、100万人行かないっていう人もいるし、100万まで行くんだけど、ね、毎回100万まで行くんだけど、1000万人行かないっていう人いるんですよ。これなぜかっていうと、もう <coughs>、心の状態なんです。精神力の状態なんですよ。これはね、コンフォートゾーンっていってね、その人が耐えられるお金の金額があるんですよ。例えばね、<coughs> 貯金100億持ってる人が、 1>, 1億円なくしても別にいいんですよ。ああ、なくなっちゃったな、って、ね。1億円チャレンジして、ね、最後4回目やりますか、やりませんかと。1000万円までは今回も来ましたと。で、4回目の1億円にチャレンジやりますか、って。あ俺1億、あの、ね、0 0億持ってくから、1億円なくなってもいいかな。1億円っていうかう千だよ、ね、1000万でなくなるのね。ここまで1000万円はあの確実に来てますけど、1億やりますか、やりませんか。 俺100億円持ってるし1000万円なくなってもいいからやってよっつってで何回もチャレンジしてれば1億いくからこれで何回もか、まあ、数回チャレンジして、まあ、1回目でもいきますよこれねあのそれはもうあのテクニカルの問題だからでも貯金がもう本当にあまりない人っていうのはもう10万円になっただけで万々歳だしこの10万円なくしたくないわけでじゃあ次のね 1>, 1回2回目の100万円チャレンジやりますかって言った時に100万円欲しいけどこの10万円の方が欲しいわけですよ、ね、そうどっちがいいですかと、ね、10あの10万100万円チャレンジやりますかと、ね、ここでやめとけば10万円は確実ですよとその代わりあのうまくいけば100万円もらいますけどどうしますかってやらないっていう人は、まあ、貯金がねもう,もういつもない人 で、貯金が100万円ぐらいある人は、百万、あの、たい1、2、2回は、二回はいつも成功するわけ。で、100万になるわけですよ。で、1000万円チャイジージやりますかって言ったときに、やらないわけ。で、100万でいいからっ,つって。で、それは、それでいいんです。それでね。<coughs> で、これを、 ワンターンで1万円が10万円になって10万円が欲しいからもうやれないって言ったらそれでいいんです。そしてまた1万円からチャレンジすればいいだけなんです。で、これを、この 10, 10万円をですね、1000回チャレンジすれば1億になるんですよ。で、100万円ね、ね2回だけで100万円になると。で、これを100回貯めれば1億になるんです。 で100 1000万円まで来てで、自分は貯金が1000万円しかないから、この1000万円なくなると、もうつらいと。そしたら、ここで止めればいいんですよ。で、これを10回やれば1億になるから。だから、全然怖,怖いことなんか何にもないんです。この海外 FX の倍買チャレンジ、<laughs> 10倍チャレンジですね。まあ、10億でもいいんですよ。これ10億でね。10億でやるってもいいんですよ。 何があのおかしいので、1万円チャレンジなんておかしいっつってね、あの、いや、普通はあの50万ぐらいからやつってても、50万も入れられなくてね、クレジットカードがいつもいっぱいになっちゃってね、それで15万とか20万しか入れられなくて、小銭トレードして、で、いつもあーってなくなっちゃってね、いいっぱいあるじゃないですか、おかしいなって、それ、<laughs> それおかしいって。 はい。で、あの、トレードするチャンスっていうのはそう多くはないからね。はい。だからさ、これ簡単にしようだって、年に1回、2回、3回、4回やれば1億になるんだから。ね。1年を12か月でしょ ?12 か月でしょ ?3 か月に1回やれば、1万円が1億円になるんだから。3か月に1回やれば。だから毎日とか毎週とか、 ましてや仕事中チャート見ちゃってるとかね。常にポジション取っちゃうとか、これはおかしいから。うん。だからね。今これチャンスじゃないですか。これまあ、まだ上行くかもわかんないけど、これ下落ちてきたらね。下落ちてきたらまたチャンスだし、まあ上行くんだったら上行くで、まあ、いつか下落ちるんだろうから、まあ上行くんだったら上行くでチャンスだし。 まあもう少しさ明確なこう上なのか下なのかっていうかね出てくれば本当いいですよねうんまああの中野の研究会の人にはまたあの本当に100%的中するね100%ありえないですけどまあ、的中するようなですねあのお話をしていきたいと思うんですけども年に何回もやる必要ないわけですよ本当にたった たった4回やれば 1, 万円が1億円になるから,から毎日ポジション取っちゃダメだし毎日こんなチャートなウ見る必要ないわけですよ。た、うん、だまあちょこちょこ見てて今レンジなのかレンジブレイクを待ってるのか、えー、何なのかっていうのを見ててあのレンジだったら、えー、上に来たらショートただブレイクしたらキャンセルしてロング。 ね、下に来たらロングブレイクしたらキャンセルしてショート、まあ、そういうものをまあ逐一細かくね、えー、こうやってあの予,約予約注文ムを入れていくんですねそうすれば別に安定してねあの取れるからねで上行ったんだけどやっぱり戻ってきるとそしたらまたキャンセルして今度ショートというような感じでいいと思いますね。 こういうのね、やっぱり冷やし以下は見ちゃだめですね。うん、やっぱり月足で見て、週足ででですねねねははいといととうここ、ね、今日はこの辺で、ね、終わりにしたいと思いますよ。まあ、全然ね、あの、奴隷については、まだ全然上だと思います。はい、125円まではい、133円くらいまでいくと思うんですよね。133円までいくと、134円か、いくと思います。 まだまだ上なのでまあ世の中戦争始まるからね高金利で結局くなりますよ私たちの生活もねよくなりますまあその分あの戦争にね行かなくちゃいけない人が増えるから辛くてどうしようもないですけどね <coughs> 上でいいと思います上行って下ですねこうね下下行って <coughs> で上もあるけど まあここまで来ちゃってるからね、これ下だったらこのままずーっと下だったからね、上ですね、やっぱね、上行って下ですね。はい、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。みんなどうもありがとうね。それでは、えー、千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。失礼します。バイバーイ。ありがとうね。 1>, 1万円をね、たった4回、とりあえずすれば1億円になるから、余裕でね、たった10倍を4回だけだからね、余裕ですよね、それね。だから、また、あの、チャンチャンチャンって、まあ、最低でも100万もいくよね。だって2回でもたったの、次の次で100万だからね。100万も結構大きいよね、やっぱね、フェックスやってて、今年利益100万出たっつってね。 うん、大きいですよね。とかまあ500万とかね3回目の途中でまあカットして500万出たとかね3回目100倍あ10倍までちゃんとやって1000万出たとか1000万って結構大きいからね1000万結構大きいからだって3回トレードして全部あの僕がね言ったところまでガチをして持ってれば10倍10倍10倍で1万円が1000万になりますからね。 先生ありがとうございますっつってね仕事行って帰ってきて見たら仕事終わってスマホ見たら決済されて1000万になってるとかね1億になってたら嬉しいじゃないですか、まあ、それでまあ僕にねなんかお礼の印でうどんうどん送ってくれたりさチョコレートチョコレート送ってくれたりとか、まあ、そういうの,あのいいですから気持ちだけでね あのまたみんなとか遊びに行きますからその時にご飯でも食べに行きましょうよ、うん、今年はねあの皆様に最低でも、えー、500万、まあ、できればね予定通り1億の利益が出るように、えー、やっていく予定ですのでね全然僕はもう確信持ってますから大丈夫ですからねそれでは失礼いたしますバイバーイ